まさかの波乱が起きた。現地3月11日、卓球のシンガポールスマッシュは女子ダブルス1回戦が行われ、平野美宇、張本美和のペアがインドのスティルタムカルジー、アイヒカムカルジーと対戦。ゲームカウント2-3で敗れ、いきなり初戦で姿を消した。動画、5ゲームまでもつれ込む激闘も、無念の初戦敗退でガクッとうなだれる平野美宇張本美和。 今回のパリ五輪に向けて強化を図るダブルスで平野、張本組がいきなり出花をくじかれた。第1ゲームから相手の変幻自在なサーブに苦戦を強いられ、8-11で落とす。続く第2ゲームはリズムを取り戻し、11対5で取り返した。迎えた第3ゲームは平野、張本の思い切りの良いフォアハンドが炸裂し11-3でインドペアを圧倒。 ところが第4ゲームは序盤にリードを許し、鋭く回転がかかった相手のボールに対応できず6の11で失い同点。勝負はフルゲームまでもつれる大激戦になる。運命の第5ゲームも両ペアは互角の展開も平野、張本組は中盤からポイントを失い、5 9で追い込まれる。しかし、ここから驚異の3連続ポイントをダッシュして粘りを見せるも、最後は相手のサービスに屈指板持給す。 9レ1 1で落とし、初戦敗退が決まった瞬間、平野は両膝をガクッと落とした。先日、韓国で開催された世界卓球団体戦では最強女王の孫エイサ、孫エイサ世界ランク2位の王ゲイ王ゲイを破るなど、卓球界に旋風を巻き起こしたインド。世界の強豪が集う国際年間ツアー最高峰の舞台でも、卓球王国、 中国と首都を演じた日本から価値ある大金星を掴んだ。衝撃の結果に、海外メディアからは驚愕の声が相次いでいる。ワールドテーブルテニス、WTT の公式 X、旧ツイッターは試合結果を即共有すると、ムカル G コンビが張本、平野を5ゲームに渡すスリリングな試合を制した。と予想もしない結果に驚きを隠せない。当然。 日本ペアを激闘の末に破ったヒロイン2人に母国メディアは狂気乱舞。喝采を送っている、インドのあらゆるスポーツ情報を発信しているニュースメディア、パハジ・ブラザーズ・スポーツは、アイヒカスティルタ・ムカルジーが、初戦で日本の強豪ペアであるミワ・ハリモトミュウヒラノに勝利した。と興奮気味に、速報を打った。加えて、彼女らはコーチ不在の中で11 8。 5から11、3から11、11月8日、実際は11から6、11から9という見事なスコアで勝利を飾った。と記し、そのフルゲームまでの熱湯をリポートしている。回転が読みにくいインドペアの変化する攻撃に最後まで手を焼き、対応が遅れた日本。思わぬ苦渋を味わった。厚生黒丸ザダイジェスト編集部。